皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、10月27日間違えましたね、17日に、アップデートが入ります。はい、まあ見ていきましょうか。お知らせ、いつもドラゴンクエストライバルズをご利用いただき誠にありがとうございます。下記の日程でメンテナンスの実施を予定しておりますと、10月17日水曜日13時30分から18時45分ということで、まあ、ぼちぼちの長さですよね。で、何が変わるのかというと、メンテナンス内容見ていきましょうか。アプリのバージョンが 1.110 になりますと。で、テリー、アリーナ、トルネコのハロウィン衣装交換券がもらえる期間限定ハロウィンパーティーカードパックが販売されますということで、まあこれ前回も水着として出ていた衣装替えですよね。今現在ゼシカ、ククール、ミネア、ピサロが水着あったんですけども、夏の間に間に合わなかったと間に合わなかったんで、ハロウィンにテリー、アリーナ、トルネコ、まあ、余った人たちですよね、この人たちがまあハロウィン仮装するということなんですよね。で、これはあれですよね、皆さんビジュアルとか見てます？公式ツイッターではアリーナとトルネコが動いてるところしか見れなかったんですけど、テリーもちゃんとあってですね、なんかヴァンパイアみたいなね姿をしてるんですよね。で、アリーナが魔女で、トルネコが包帯ぐるぐる巻き。トルネコだけなんかかわいそうちゃうかっていう感じのあれなんですけど、まあ、トルネコの仮装がね欲しいっていう人が結構いらっしゃるんでね、まあ、僕も結構欲しいです。はい、で、まあこれは前回の水着のあれ同様、パックを向いてその職業のレジェンドが出たら、まあこのハロウィン衣装交換券がもらえるんちゃうかなっていう感じですよね。だから今で言うとテリーだと あのゾンビのね、馬乗ったやつ。名前ちょっと忘れてもらってんけど。で、アリーナだとグランスライム。で、トルネコやとダイヤモンドスライム。まあ、この辺かな。あ、レオコーンか。レオコーン。あのあたりがパックで出れば、もらえるんちゃうかなと思います。まあ、さすがにマルティナみたいにプラチナちゃうわ。プレミアでやんと、もらえへんっていうわけではなさそうな気がするんですけど。どうなんでしょうかね。ちょっとわかんないですよね。で、闘技場の一部カードの、確率が変更されるということで、レジェンドもりもりハロウィン闘技場が開催されますということで、なんだということなんですけども、あれないな。あれ書いてないな。このハロウィン闘技場っていうのは、レジェンドのカードの出る確率がすごい上がるらしいですね。今までだと結構レジェンド引けなくて、まあ闘技場ちょっと難しいなとか勝てへんなっていうのはあると思うんですけども、今回はレジェンドがいっぱい出ると。だからそれで、まあ、闘技場ちょっと今までよりグレードアップされるよっていうことで、まあ、これもメンテナンス内容に入ってますよね。はい。で、下記の機能改善と追加を行いますということで、バトルの引き分け時に両者敗北と生じされるように調整。まあ、これあれでしょうね、あの雷鳴の剣とかを持ってフェイスに突っ込んで、あ、フェイスじゃないな、相手の盤面に突っ込んで、雷の3点が相手に落ちて、こっちもユニットにぶつかったから、お互い HP が0になったみたいな、そういう引き分けに持ち込もうとする人が結構いらっしゃるんですけども、そういう時は両者敗北と出るようになると。で、パワフルバッジのテンポを改善ということで、これ前もあったよな。前もあったと思うんですけども、さらに速くなるのかな。なんかスライムアリーナがパワフルバッジの演出クソ長いからちょっとやめてくれっていう声が結構聞いてるんで、まあ、多分それでしょうね。これね、闘技場のカードピック画面に、詳細確認用ボタンを設置ということで、まあやりやすくなったと
はい。で、闘技場でカードのスリーブ等を変更できるよう調整。なるほどね。まあこれは別に別にまあこれはまあいらんかなとは思うんやけどね。で、フィルタ設定の系統にカテゴリー冒険者を追加。なるほど。だから冒険者デッキとかを作りたいとか、いうときに、まあこれが結構便利になってくるのかな。うん。で、次。修正ですよね。下記の不具合の修正対応を行いますということで、特定の条件でホメロスを使用した際の不具合。この辺全然わかんないですね、僕。なんかあったんでしょうね。で、イベントマッチにて本来は開催されない、次回バトル開催時間が表示されてしまう不具合。こんなんあるんやね。これも知らない。で、立夏のカード効果発動タイミングに関する不具合。へぇ、こんなんあるんやね。トルネコあんま使わないんで、これも知らない。特技を使うたびのカード効果タイミングに関する不具合。こんなんもあるんですね。僕は知らない。これ大丈夫かな。っていうことが、まあ、修正されると。まあ、知らなくてもいい方向に向かってるのは間違いないと思うんでね。気にしないでいきましょう。で、メンテナンスの30分前からランクマッチ、闘技場、フリーマッチのマッチングを停止しますということで、まあ、ようあるんですよね。ようある。なんか、メンテナンスなんて聞いてねえよ、みたいな。ランクマッチで勝ってたのに、ポイント動いてないんですけど、みたいな。メンテナンス聞いてねえよ、みたいなこと言ってる方が結構いらっしゃると思うんですけど、いやいやと。公式ツイッターをフォローして、公式ツイートを見ろと。こうやってね、大々的に公式サイトにも載ってるし、公式ツイッターでもつぶやいてるんやから、それは言い訳になっちゃいますよね。ということで、まあ、気をつけてくださいと。で、メンテナンス前に開始していたバトルはメンテナンス中も続けてプレイできますが、ノーコンテストとなりますと。なりますと、まあ、これも書いてる通りやね。不具合修正対応により、バトルチャンネルで修正対象カードが使用された際の挙動において、修正完了後の挙動と異なる場合がございますと。なるほどね。はい。データ保持のためは恐れ入りますが、メンテナンス開始前には必ずゲームを終了していただくようお願いいたしますと。ゲームをお楽しみの皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたしますということで、まあ、これだけのアップデートが入りますね。結構長めやんね。ライバルズにしたら。まあ結構長いんで、まあ、やっぱりこの衣装も大変なんでしょうね。導入すんの。あと、レジェンド確率が操作されるやつ。これも結構大変でしょう。ということで、まあ、今回のアップデートはこういう感じです。はい。まあこのね、一番期待してんのが、このハロウィン衣装やと思うんですよね、みんな。欲しいからジェムを集めてるとか、課金しようとかね、まあ、ここで盛り上がれたらいいですよね、ライバルズ。はい、ということで、まあ、以上でメンテナンスに関しての、お知らせということで終わろうかなと思います。はい。まあ今現在ね、10月16日で、明日メンテナンスが入って17日なんですけども、多分11月の25日あたりにまた診断がリリースされると。結構ね、なんか時間過ぎるの早いなという感じで、3ヶ月周期ですよね。あれリリースされたんが8月やったっけ。8月の25ぐらいやったと思うんだけど、8月9月10月11月、だから11月の25日ぐらいにリリースされるんで、まあ来月頭ぐらいからどんどん新カードがね、ポンポンポンと発表されていくんちゃうかなと思いますよ。このね、診断出てくるカードを見るのがなんかね、すごい楽しいっていう人がいっぱいいらっしゃいますよね。僕もその中の一人なんですけど、いや非常に楽しみですよ。で、新カードが出るたびにね、もう最速ちゃうかっていうぐらいの勢いで動画上げていくんで、よろしければね、チャンネル登録高評価ぜひぜひお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。